リップが濃い。ミキヤくん、ありがとう。ペンギン、ありがとうございます。そう、今帰ってきたから寒い。暖房が効いてなくて。髪型決まってる？イエイ、クラゲちゃんヘアです。イエイイエイ。ポニ太郎さん、かわいいギフトありがとうございます。おはよう。寝た？寝た？本日2度目まして。うどむさん、ハートありがとうございます。アイボールの写真よかった。珍しいでしょ。レアです。レアレア、激レア。爆睡してた。ツイッターの写真可愛かったから可愛い投げとく。え、どの写真やった？ヤスルパンさん、思いを届けぐま、ありがとうございます。でも私3時間寝たんですよ。髪型崩れてないのすごくない？途中まで仰向けじゃないわ、下うつ伏せで寝てたんですけど、もう途中からだるくなってもういいと思って仰向けで寝たけど大丈夫です。3時間昼寝しました。今日1日めっちゃ長い。ハイボールの写真可愛かったですか？よかったです。レアなんで、あんなツイートはめったにしないので保存しといてください。もう仰向けで寝たんですよ、もういいと思って。うつ伏せだったら全然なんかいい睡眠できんくて上向いて寝たけど、昼寝した。今日朝早かったので。今日めっちゃ一日濃ゆいわ。朝仕事行って昼に終わって配信して3時間寝て、でカフェに行って、でご飯食べてスタバ飲みながら帰ってきた。ルイさん、クマありがとうございます。しかもたくさん遊んでまだ10時には家に帰ってるっていう。そう、素晴らしい。日付変わってる前10時。最近髪型凝ってる？うん、今日はこれはメイクさんにやってもらったの。そう、締めのスタバカフェ行って餃子食べて、カフェと餃子別、カフェ行った後にめっちゃ餃子の口になって、餃子屋さん3軒回ったんです。どこも混んでて、なんかダンダダンっていう餃子屋さん行ったらいっぱいいて、次あの餃子の龍みたいな、龍か龍みたいな、龍かな龍かな、どこに行って空いてなくて3軒目で空いてたの。公園これ出たい。確かに可愛いかも。りょう、りゅう、りゅう。餃子めっちゃ美味しそうだった。映ってた？餃子。あ、なんで餃子食べたいんかと思ったら昼配信で餃子の話したけんか。めっちゃ餃子食べたくて、餃子が良くて3軒回ったんですよ。だんだん愛媛にもあるよ、大街道。安部さん、ありがとうございます。マシュマロ、え、行ったところは名前わからん、わからん、なんてとこか、カタカナ
あまりにも餃子屋さんが空いてなくて、なっちゃんが電話して空いてるところに行った。なんてとこかわかんない。なんてとこだろう。でも誰かがリップで当ててた。リップでお店の名前当ててた。そうで、餃子食べてスタバ飲みたくなったんよ。マジ昼配信。カフェ行った後に餃子食べたくなって、その後甘いもの飲みたくなった。なっちゃんの名前聞こえてホッとしてますって。おやすみメールを見てください。おやすみメール。昼配信なっちゃんとです。でも6時半ぐらいにさ家を出てさ10時に帰ってるから結構早くない？長居しないタイプ。早いよ。3時間昼寝したんだもん。ほぼ睡眠やん。ペコちゃんどこって。ペコちゃんどこ。うん、ペコちゃんいるけど。髪型揃える公演するなら何の髪型したい？ツインテール。今日は似てないですよ。昼寝すると元気になる。でも私は人と会ったら元気になるんで、今日いっぱい人と会ったから元気です。引きこもってたら元気ないけど、人とメンバーと会ったら大体元気です。人と会ったら元気。どうやったらそんな髪型。伸ばさなきゃ。隣に座らせた方が可愛いかな。でも画角に入らんか。隣に座ってほしいよね。わ、手が邪魔。手が邪魔だ。ダメだ。ダメだった。手がそう、お互いピーンってなってるから。二の二餃子。初めて行った。初めて行った。かよ。でもめっちゃ安くてびっくりした。配信場所を確かに、あ、こっちで一回したらもうこっちがなんか定着するんですよ。確かにこっちになってる。間にビニールのカーテン挟まんと。餃子では何のドリンクなんだろうって。なんだろう、なんだろうね。でもシラフですよ。シラフ、シラフ、シラフ、シラフ。こんばんは。ミルキー。
まあスタバ挟んでるから、そうもう流れた。そうスタバ上からスタバ行ってるんで。もう流れたわ。誰も疑ってない？よかったです。こんばんは。まあでもね、ちゃんとあの、ちゃんとした会話ができるので、酔っ払う人やったらね、あれだけど。こんばんは。ちゃんと会話ができるのでサラフ状態なのでなんか折っちゃうこのミルキーを魔法のステッキつばさほすいさん、マシュマロありがとうございます。まだマシュマロあるんだ。ホワイトデーキャンペーン終わったのに。指揮者できるやんこれ。ドゥ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 。今日も名前出てこなかったコアラのマーチ、もう諦めた。こんばんは。猫さんマシュマロありがとうございます。みきやくんマシュマロありがとうございます。ストリート指揮者、たまに指揮者したくなるよね。たまにやけど、たまにね。ホワイトデーギフト日曜ぐらいまでじゃない？だいたい月曜か日曜ぐらいにリセットされるイメージ。次なんやろ。これポコちゃんです。ペコちゃんとポコちゃんです。パピプペポペポ。やっぱ日曜か。ケリドンさんかわいいギフトありがとうございます。ゆうちゃんマシュマロありがとうございます。パピプペポ。どっちがお姉ちゃんなんやろ。双子かな。お姉ちゃんかな。どっちがお姉ちゃんなんだろうって、もうお姉ちゃんの選択肢しかないやん。どっちが。ね、弟感あるよね。そう、弟感ある。お兄ちゃんじゃないよね、絶対。なんか、わかる。弟が多すぎるから。ね、お兄ちゃんっぽくないもん。ね。ペコちゃん。だよね。私もそう思うけど。どう？それはゆきりから弟さんに似てると言ってたから。いやそれもある。私と弟だからお姉ちゃん。私だもんこれ。あ、ポコちゃん男の子ですよ。やっぱそうか。お姉ちゃんだよね。めっちゃ弟やもんマジで。なんか弟っぽい顔。この顔のお兄ちゃんはちょっと頼りないわ。弟顔すぎる。ね。1535。
あ、そうだ、イベントのお礼配信をこの土日にするって言ってたんだよね。結局どっち？みんな忘れてるでしょ。イリカのペコちゃん可愛かった？よかったです。またしなきゃ。ペコちゃん覚えてる？土日って言ってたけどさ、土曜日？どっちがいいですか？土日。ねじねじ。どちらでもって言うんじゃないよ。どっちがいいっていう選択肢は聞いてるときはどっちか答えるんだよ。土曜日。私もどっちでもいいから聞いてるんだから、どっちか言ってよ。土曜日。じゃあ土曜日で。明日。日曜日派がいた。まあ土曜日派が多いかな。歯にグッとくみ抜き。何時から？10時？普通に。9時でもいいけど。9時半でもいいし、こんばんは。そう、喉治った。でもまだね、歌は歌えないんですよ。咳出るんですよね。痛みはもうない。3日前ぐらいから。咳だけ。寝る前と寝起きめっちゃ咳出る。後遺症だわマジ。あ、完治、もう完治してる。後遺症ですこれは。寝る前めっちゃひどいんよ。でも最近はだいぶ落ち着いてきたけど、寝起きとかね、寝起きと寝る前横になって、寝起きひどいかな。花粉症とかあるんかな、咳。あと長時間喋ってたら咳。配信中は耐えてる。もう咳でそうになったら全力で耐えてる。ふって気合で。あ、カイトさん、タワー誕生日でしょ。誕生日タワー、お誕生日おめでとう。誕生日だよね。おためー、お誕生日おめでとう。書くね、紙。他のルームでも投げてただよね。だってめっちゃ押しいるけん大変じゃない？だって私のこと4押しとか 5押しとかでしょきっと。なのに4押しのとこでタワー投げるとか結構じゃん。紙取ってこよ。ペンと紙、ペンと紙取ってきます。誕生日タワー、ひょっと。
持ってきたよ持ってきたよ持っとこった。よいしょ。ね、4音詞ぐらいのイメージ。足がしびれた。でもドゥームズデー仲間だからね。何4音詞とかはない。マジ。じゃあ雪梨花推しですか。みんな単押し。紙あるかなこれ、うん、あったあったあった。ドゥームズデー、ドゥームズデー、だからドゥームズデー同盟抜けたんですよ。そして同盟作ろうとしたのに、なんか作ったのに入れんのよね。ユキリカって作ったんやん。でもどうやって入るか分かんなくて、誰か作って。自分で作ったんですよ。そう、なんか新しい同盟を作らんといかんって話になったじゃん、なんか近くに。じゃけん作ろうと思って、リカユキリカみたいな感じで作ったら、なんか入れんのよね。なんでだろう。誰かが作って送ってくれたらそれに入る。作れん。ハイトさん、え、そう、なんか抜ける話になったじゃん。新しく近くに作るみたいな話になったじゃん。だから私抜けて新しいの私が作らなきゃと思って、リーダーが作れんみたいな話になったから。で作ったのになんか入れんのんですよ。わかんない入り方が。ユキリカって作ったんですけど、どこ行ったみたいな。でもう一回作ろうとしたら、それはなんか使われてますみたいな。ようわからんのんですよ。カイトさん、何の絵描こうかな。犬。だから誰かが同盟作ってくれたら入る。この犬描こうかな。まあ適当にもうどっか入ろうかな。逆に、そう、適当に一般のとこに。犬書きまーす。むずいな。え、誰も他にメンバーやってない。
ちゃんもやってないでしょ。パちゃんのファンの方がやってるの。目玉。パファン、パちゃんのファン。パちゃんやらピちゃんやら。ピャちゃんか。パちゃんとピャちゃんと。パちゃんはさやかりんです。パちゃんがパセリです。ぺちゃん、ぺちゃん。そう、同盟作れるけど入れん、入り方わからんくて、なんかちょっと調べんといかんね。調べたんやけどね、ちょっとまあよく調べたらいけると思う。まあもう一回調べてみる、暇な時。私はりちゃんかね、多分。あ、りちゃん。りちゃん、うん、うんです。りちゃんです。りちゃん、なんか金曜って嬉しいね。ちょっと嬉しいんだけど、別なんもないけど、金曜の人々が嬉しそうな感じが好き。街並みめっちゃ人いたもんな、飲食店。金曜のなんか人々が楽しそうな感じが好きだわ。歌松さん、レインボースターありがとうございます。今日のアニポケにシールのポケモン出た。マジ？そんな有名なポケモンあるね。金曜の人々は好きです。カイトさん若かったよね、誕生日年齢、誕生日若かったよね、めっちゃ。気のせいだっけ。いるかな、まだ。めっちゃ若かったイメージあるんだけど。おじさん、嘘、若くなかったっけ。なんか若いイメージある、勝手に。お話し会話したことあるけどね、マジックカイトで何回かある。若め？若いよな。
2024の3月15ん合ってるよね、合ってる合ってる。お話し会で見てもいるから若いかどうか分かる。え、若そうに見えるんだけど。その見た上で若いんじゃないの。若そうだけど。年齢不詳ですね。字が汚いな、浮かせて書いてるから。よし、書けました。いじられてるわけだ。え、若く見えるんだよね、本当に。若くないの。え、はい、カイトさん、お誕生日おめでとう。ちょっと犬おかしくなったけどな、雰囲気。そう、若くない人に気使って若いよとか言わない派だから。太めの犬、タブレットなくてさ、見るもんなくてさ、今日はタブレット見ずに描いたから。長めじゃね、おもなが長い。四角すぎる、長方形、長方形なんだけど、長方形犬。おめでとう。まあ似てるから OK だよ。犬、犬取れたかな、スクショ。 Thank you。 マジック書いておいて。映画楽しみ。コナンの、コナン好きだったっけ。好きではないかな、好きなのかな。持ち方、チワワじゃない、プードル。コナンの映画公開初日に見る派。お、私もそうしようかな。4月だよね。怪盗キッド7年ぶりだっけ。なんか最近回ってきた。でもコナン毎年見てるから、私コナンの映画毎年見てる。高校生ぐらいからずっと、だからもう8年ぐらい見てる。本当だ、お誕生日、漢字が抜けてるね。確かにお誕抜けてるね。よく気づいたね。みんな気づいてないもんだって。アニメを見てたよ、アニメ。ほんまやな。おたんび、おたん、おたんび、おたん、足しとこうかな。修正可能かな。お、いけた。お誕生日
おめでとう。バービー。いけてるよ。本当だね、気づかなかったわ。わざわざ、いやいや、こちらこそですよ。気づかんかったわ。修正版。誕生日。おたんび、おたく誕生日、おたんび、おたんび、確かに、おたくの誕生日。名前の前後に星いらんでしょ、迷ったけど書くか。でも星って結構書くのむずいやん。なんか綺麗に描くの難しくない？こういう星ならさ簡単に描けるけど、パン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 ってやつ、星って描くのむずいやん。星はいらんでしょ。バランスめっちゃむずいんよな。欲しい。こんばんは。星って打つ方が早いでしょ、タオルって打つよりも。こんばんは。充電器さしとこうっと、なくなりそう。充電なくなりそうやな。クラゲ、クラゲ屋でーす。よいしょ。ごきげんよう。かわいいギフトありがとうございます。そういえももちゃんの卒業公演の受付始まったよね。申し込んだ。鼻だれ。あ、卒業公演、卒コンを、卒業公演、卒公、卒公、卒業公演、どこであるんだろう。そこまだチェックできてないけど、ツイッター見た。ゆきりがいます。もちろん、もちろんです。いるやつしか告知してないよね。ひなさんとかみなみさんとかの、みなみさんとかのも発表されてたけど、それはいないので。ももちゃんと、いないやつは告知してないから、いるやつだけしか言ってないんで。ももちゃんのが私の出るやつだから、ももちゃんのが受付始まりました。今日の夜から、今日の夜からです。ももちゃんだよ。
四国の絆ですからいますよ、もちろん。うま、チャイティーラテ仲いいですよ、もちろんね。四国公演はもう無理ですね、無理らしいですね。早いな、一瞬で四国ガイドも解散しちゃったな、早すぎる。長いんだけどね、一瞬だよね。普通に4年だから、まあ、長いっちゃ長いけど、体感一瞬、まず一瞬だった。一瞬のなんかもう思い出って感じ。長いっちゃ長いよ、4年だからね。4年5年目だから長いっちゃ長いけど、一瞬じゃない、めっちゃ一瞬だった。もう終わったんだっていう。リトチャーとかまだあるじゃん、ピンマイカーとかまだあるじゃん。四国ガイド終わるの早すぎた、一瞬、めっちゃ一瞬だった。あ、喉が鳴った。水分流れてる。ももちゃんとご飯ってか四国で行きたいんだけどね、なんか難しいんだよね。いつも行こうよって言うんだけどな、口約束すぎて。いや、もっと4人ぐらいいた時に、四国ガイドが5人ぐらい、焼肉行こうとか何回も言ったんですけどね、難しい、むずいよな、ご飯の約束って。ふっからならさ、この後行こうよが一番叶いやすいんやけど、ま、今度行こうよみたいな感じで約束したらなかなか叶わないのよね。この後行こうよが一番。そう、もも、あんな、りんこ、田中美穂ぐらいの時に焼肉で、四国のマネさんに連れてってくださいって言ったんですよ。四国のマネさんいいよって言ってくれたんだけど、予定立てるのむずいんよね。そう、まだいける。でも今2人じゃん。まあ確かに来てこんかな、四国メンバー。淡いよね。ね、でも四国のマネさん意外と OK なの、面白かった。5人分だってさ、マネさんが行ったらさ、マネさんが払う、浜根さんが払う羽目になるじゃん。なのに5人分の焼肉、あ、いいよみたいな。でも行かなかったけど、叶わなかったけど全然いいよみたいな。四国の真似さん、めっちゃ四国愛強いんですよ。休みの日も仕事しに来るんですよ。休みの日でも四国公園見に来るし、メンバー愛が強いんですよ。マネージャーさん休みの日なのに出勤してくるんですよ、普通に。あの、なんぼなしで、お金なしの休みの日なのに、あ、来ましたみたいな。めっちゃ休みの日来る、みんな普通に来るだけ。そう、休みの日。いや、マネさん四国出身じゃない。休みの日行ってる？仕事？そう、普通に休み見に来たみたいな。面白いよね、素晴らしいわ。逆に素晴らしいわ。休みの日は引きこもりたいじゃんね。普通に休みでシフトも入ってないのに見に来るんです、みんな。すごすぎ。
ホーロスコープのメンバーなのだね。それが仕事マジそんなもんなんかな。あ、休みの日に普通にそうお金も発生しないのに来て見るってことよ、様子を見に来るみたいな。そんなことしてる？みんなするんか。働いたことないけんわかんないな。普通に休みで家おっても暇だからまあ来ましたみたいな。見に公園とかお話し会とかにいる。そう、あ、休日手当とかもないと思う。普通に趣味で来てるから。そう、普通に見に行きましたみたいな。行かないよね。自主的に趣味で行ってるのに休日手当出たらめっちゃラッキーやん。出てないで絶対ね。すごいわ、メンバー愛ですね。まあ家にいたら暇やけんみたいな感じなのかな。俺は休みだけどみたいなのがめっちゃある。いる。休み不思議だね。ちくわパパさんハートありがとうございます。今日のネックレスハート。今日ダンサーみたいな感じの格好、格好っていうか全然見えま。イエイ。なんか描きたそう。え、なんか描くの好きなんよ。あ、なんかこれはでもあれタワーをお願いしてるみたいになる。なんか描くの好きなんですよ。ペン好き。晩飯どうするかなってまだ食べてないの。遅めだね。ペン好きなんよね私。なんこんなペンセットとかさ買う、買わんやん。だからこれお気に入りです。嬉しい。ペン CG 撮り誰としたらいいの私。どうやってしりとりしたらいいん？一人で？紙がないんだよな。あった。どうやってしりとりできるん？一人で。どうやったら成り立つ？一番早いコメントを拾ったらいいんか。私がパッて見せてその次パッて一番に言ってくれた人のコメント拾って次私が書いて見せてコメント一番に来たやつ拾って見せてみたいな。一人でやるの楽しくなくない？やってみる。何から始めよう。リーからやったらちょっと一般的すぎるけん、しりとりのとから、ゆうから行く。ももちゃんのうんから行く。何を書いたか当てればいいです。あ、そうする。あ、じゃあ私が一方的に一人でやって何書いたか当てればいいってこと。楽しいそれ。とりあえずファンの方参加型のやつで行くわ。か一番多いやつを採用するとか。ちょっとまあとりあえずやってみて。じゃあ難しいのがいいな。ゆきりかのゆうからいくか。じゃあゆきりかのゆうからゆむずゆ。じゃあゆうからいくんで予想しててね。私のでも絵の才能がむずいな。現物
と現物もあんま分からんけんな。ちょっとむずっ、めっちゃ変な絵でいい。察してマジで。いくよ。現物も分からん。ちょっといくよ。言う。はい。いや当てるんじゃないよ。次、次ちょうだい。次。あ、これを察した上で次。参加型。ポンタージュ。そうだよ、しりとり、参加型しりとりだから湯たんぽって思ったらポーつくものを言ってください。一番早かったのはポタージュ。次十。か、一方的に自分がやる方がいいかな。どのやり方が正解なのね、しりとりって。マジで難しくない？ポタージュ。永遠に生きてるわ、ポーが。あ、ポタージュは難しいんじゃなくて、しりとりが難しい。みんなのコメント採用できんじゃん。どれが一個にしか答えれんけんさ。まあいいか。じゃあ10でいきます。はい、じゃあ次狙ってね。1番10いくんで、もう予想してたらいいよ、多分私が書くやつを。10いくよ。出すからこれに続くやつを言うんだよ。最後の文字を一文字目にしていきます。はい、お、スカーフ、スカーフ正解ね。スカーフね。はい、ふーね。次ふーいくね。こういうやり方でいきますんで、ふふーふーふー、あ、ふげきむず。誰も予想できない。はい、これですね。この矢印の伝わるかな。風です。これ桃太郎。はい、桃太郎。う、桃太郎。ううね。何が楽しいんやろこれ。う、あ、うはもう簡単。いくよ、みんな次用意してて。はい、うさぎを用意したらダメ。餃子。はい、ザーね。ザーいきますよ。ザザザザ、やばい、運がつくやつばっか思いつく。あ、スイカ。すごい早いね。よくわかったね。早くない？予想してた？スイカね。次、カ。カ、カ、カ、カ。カ。もう適当適当。絵は。はい。ザイス、ザイス。刺して。これザイスね。ザイス、スイカ。はい、次これ。イカね。カイ。イカ。次私、カーね。いつまでやろう、これ。カ、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 カ。またか？そう、これはカイでした。カイ、イカ。次私、カ。
サーか。むずいな。か。あ、じゃああれにしよう。伸ばし棒抜きでいいですよこれ。レタス早っ。カレーレタス早いね。カレーレタス。スズメ続いてる。レタス、ス、スススススあ、カレーライス。確かに。いや、カレーね。スススス、あんまりみんなが予想できんやつにしてやろう。単純なスイカとかは書かないぞっていう。はい。そう。廊下。これストローでーす。ストロー、廊下ね。じゃあ廊下。廊下。かーかー。かー。もう適当なやつ。はい、か。わ、これ分かりづら。2種類できるわ、これ。どっちでもいいや。ね、私カモメって思って帰ったけど、カラスだね。だから、スーでもいいか。スズメ。ね、カモメって思って帰ったけど、カラス派の人もいるよね、やっぱ。これは私の絵が2種類2パターン取れるから、スーでもいいですよ。スルズメ。次、目。目、目、目。目。目。やばい、運がつく。目。あ、あれだね。はい。いや、メロンパンにしようと思ったけど、運つくわ。メガネ。ネギ。てか、早くね？ずっと同じ人なんだけど、一番。ネギ。ぎ、ぎ、もう運がつくもんばっかり出てくる。ぎぎぎぎ、あ、あれしかないな。適当、これで伝わるやろ。なんで攻めよう。なんかここまで行ったら終わるわ。あと2行ぐらい。たた、たぬき、たぬき、たこ焼き、たこ焼きか。たこ焼きが早いな。たこ焼き、キー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 。てか銀だこできたんだよね、本通りに。今日から広島。ききこっち行こう。はい、ちょっと。誰が来るかな。コアラ。コアラね。ラララな。そう、銀だこできたんですよ。でも広島県民以外関係ないよね。コアラ。違う、あら、コアラ。
ょっとモリモリになったわ。スイカ絶対川攻めしようと思って用意してたでしょ。ライス、スイカで私か。え、しりとりって数字とか入れたらダメなんだっけ？これで伝わるかな。あえて広島で銀だこ買いに行こうと思うね。だから広島県民以外あんまり関係ない。ダーツ、ダーツ正解。カレンダー、ダーツ。耳すす何に見えたこれ。ダーツで、つつね、つ、バッテリーカレンダーよこれ。卓上カレンダーじゃないこれ。ここに日付書いてさ、日付書いたらいかんかなと思って書かんかったけど、こういう紙じゃないわ、カレンダー。でも伝わってる人いるから。ダーツ、つつつつつつ、あ、これだな。でしりとりはいかに早く書けるかなので、わあむず、ちょっとむずいかも。つ、なんだろうねこれ。あ、ジェット機正解。つまようじ、ジェット機、機すごいね、理解力。キキキデッドキキキはい。スピード感そう。はい、これ誰、キ、あ、キウイ、はい正解です。キツツキです、これ。キツツキ、キウイ、イイイイ、わ、絵描けるかな。まあ、察してくれるでしょうと。めっちゃ変なの、ちょっとわかんない、描けない絵が。頑張ってさせてもらって。キツツキいいよね。次、はい、いい、これです。なんでしょうこれ、いい。あ、伝わってる伝わってる。イルカ、イルカです。なんかクジラとかサメとか混ざってない？この辺サメでこの辺クジラ入ってるよね。ちょっとイルカが思い浮かべれん。カラオケ系ね、系ね。サメと、サメとクジラ入ってるから、マジこれ、こうやってしたらクジラ系ね、系。ケーキ、早いね。キーね、キキ、あと1行で終わり。キー、キ、1文字もありだよ。キ、あ、
はい、これにしよう。はい。き。一文字ありでしょ。なしとかあった今まで。き。え、ケーキで、キーで、これ、キーだよ。あ、金魚、そう。だから、業界ね。業界。何に見えてるのかな、みんなに。金魚です、これ。金魚、業界、いいね。いはい、言わしないよ。わ、犬やと予想してるでしょ。残念、そんな王道のとこは行きません。唐揚げ、ゲーね。唐揚げ。ゲ、ゲゲゲゲ。ゲ。ゲ。むずいな。あのちゃん、それ書くの？ゲ。あ、ちょっとヒント見たらダメ。ちょっとゲームは絶対書かない。見たやつは書かないから。自分で考えなきゃ。厳しいんでね。ゲゲゲゲ。ゲ。あれやな。そう、ガチ勢なんで見たやつは書かないよ絶対。タマ、早いねあなた。時差あんまりないんだろうね。タマ、まあ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 、ま、まあ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 、あと2つぐらいで終わりですよ。ま、まあまあまあ、いや、むずいな、伝わらんな。何し、あ、伝わるか。はい、これで伝わるかな。チャイティーラテ、はい、伝わってます。手ね、最後。よし、いい締めするんで。はい、終わり。じゃん。あ、これちなみに抹茶です。抹茶、チャイティーラテ。え、だからいい締めするって言ったじゃん。締めですよ、締め。もう紙ないんで、ここで終わり。天丼、終わり。そう、天丼でーす。これで終わりです。終わりと。
ね、ちょうどいいじゃん。終わったよ。絵しりとりでした。まあ、簡単な雑な絵で読み取るっていうのも大事なんで。抹茶です、これ。下駄、玉、抹茶、チャイティーラテ、天丼。気力よく勝負。湯たんぽ。わ、湯たんぽ。これはジュースなんよ。なんやっけ、この間。むず。抹茶でしょ、大切り抹茶じゃん、これ。お茶たて。もう忘れたわ。あれ、湯たんぽ。でもジュース書いてるから、ぽから始まってジで終わった。ぽーなん、あ、そう、間抜いてる。掛け合いなので、これ。そう、抹茶だからやーから始まる考えてた。確かに。でも茶は、でもそういう時はもう茶でいいんですよ。あ、ポタージュ、よう覚えてるね。湯たんぽ、ポタージュ、ジュース、すもも、違う、すももやもんな。風か、太ももって書いたから、もうめんどくさいね。復習やめようかな。スカーフ、これはね、掛け合いしたの、ファンの方と。だから一個飛びですね。ジュース、スカーフ、太もも。無理だって、思い出せんって。毛布、違うわ、うさぎやもんな。毛から始まってうで終わる。むずいって、これ思い出す方が。太ももなんよ。で、うさぎだから、もうから始まって、うのやつがあるはず。桃太郎、いいね、すっきりするね、ピンとくるわ。そうだ、桃太郎って言われて、うさぎで、銀座じゃない、座椅子、スイカ、貝、あ、餃子か。銀座じゃなかった。むず、餃子、どっちだろう、餃子かな、銀座。銀座じゃないかな、餃子かな。まあ、じゃあ餃子、座椅子、スイカ、貝。そう、早いもん勝ちなんで、一人しか拾わない。で、イカかな。で、カレー、レタス、そう、レタス、ストロー、レタスはめっちゃ覚えてる。ストロー、これはカモメ、あ、廊下、廊下、カモメ、あ、違う、カラスになったんや。カモメって思って帰ったけど、カラス拾ったから、カラス、スズメ、メガネ、ネギ、ギター、タヌキ、キノコ、あ、タヌキじゃないやつ採用したっけな、まあ、キタヌキ、キノコ、コアラ、ライス、スイカ、カレンダー。確かにスイカ2回言ってるやん。アウトって。自分が拾ったのが悪いんですけどね。カレンダー。おつまようじだから。ダーから始まって2で終わる。ダーツ。つまようじ。つまようじ。ジェット機。よく覚えてるね。自分で提案した？違うよね。ジェット機、キツツキ、キツツキです。木
キウイ、イルカ。イルカ。ケイにつなげる。カカカカカ。唐揚げ？嘘。ケイやなかったっけ？唐揚げだった？唐揚げ。ケ。唐揚げやった？マジ？ケイ。まあ、ケイですね。で、あ、カラオケ？だって、ケイだったよね。だって、唐揚げだったら私、ゲイ拾うはずだから、ケイ拾ったんよね。じゃけん、ケイケイケイって言いながらケイ書いたけん。カラオケじゃ。唐揚げは多分2番目ぐらい。で、ケイ拾って、ケイ拾った。ケイ拾って、金魚やけん、これ。ケイから始まってき、ケーキ。金魚。業界。なんか言葉できたって思ったもん。妖怪、イカ。唐揚げ。ここで唐揚げだ。唐揚げ、ゲタ。これ抹茶やけん。タマ、タマや。猫の名前来たって思った。タマ、抹茶、チャイティーラテ、天丼。終わり。脳トレ、脳トレ。記憶力脳トレだわ。終わった、終わった。って感じです。脳トレになるね。ボケ防止ですわ。ね、頭使う。タマって猫、猫かと思ったけど、私、タマ。難しい。クセがすごいしりとり。クセ強い？結構普通じゃない？脳トレになるね。振り返り脳トレになる、めっちゃ振り返りが。みんなも参加できるし。しりとりは一人しか参加できんけど、全員の拾えんじゃん。だから一人しか拾えんけど、振り返りはみんなでできるから。ね、記憶力。参加できなかった人は暗記してて最後にコメントできるっていう。一番じゃなかった人は暗記して。チャイティーラテでもここにあるよ。チャイティーラテ。大橋さん、マシュマロありがとうございます。ね、ボケ防止配信ですもう使ったわ。しかも思い出したらめっちゃいいね。ここで唐揚げだっていうね。嬉しいな、思い出したら。OKP さん、ハートありがとうございます。我々のためにね、定期的にやらんと。こういうの脳トレ、脳トレ。難しかった？まあ雑な絵で読み取るのも大事だから、しりとりって。なんか何秒で書かんといかんとかあるよね、雑に。まあ、丁寧なしりとりもあるけど、雑な絵で読み取ってもらわないと。けんけんパーさん、マシュマロありがとうございます。おじさん疲れた。いいじゃん、寝れるんじゃない？脳使ったけん。金魚見せてって。金魚これ。丁寧に描けって言われたら描けるけど。ね、金魚。金魚でもむずいな。丁寧に描いた金魚じゃないわ。なんだこれ。頭がないっけ、金魚って。
金魚が伝わらんくてびっくりした。木って言ったら金魚しかないでしょ。木。あ、キス、確かに。なるほどね。ひねりすぎだわ、それは。なんか、確かに。キスね、確かに。確かに、お父さんのだね。おじさん、お父さんの。金魚。形が違うな、形が。何回書いても同じだわ。アホ面じゃな、めっちゃ。こんばんは。そうね、付け根を細くしたらわかるよ。ちいかわ。ちょっと違う、もっと細くせんといかんのか。こうよ。あ、笑ったらしゃくれた。待って、笑ったら、笑ったらずれる。笑ったらしゃくれた。面白とか、みんなしゃくれてない？気のせいか。笑ったらしゃくれたわ。グイって言っちゃった。金魚。なんか哀れてるイメージある。金魚です。よし、そろそろ時間ですね。え、泡出てない？泡出てるよね。金魚、気のせい？こんな感じじゃない？金魚、金魚です。はい、終わり。金魚パクパクして泡出てるって。パクパクしてるって。あれしてなかったっけ？口呼吸口呼吸したら水入るか。でもなんか出てるイメージあったんですけどね。ブクブク。ね、パクパクしてさ、ブクブク出てない？水槽の中で。くまさん、マシュマロありがとうございます。カズさん、ありがとうございます。ってことで、あと1分ぐらいね。じゃあ、壇上を読みます。金魚飼ったことあるよ。いっぱいいた、じいちゃんうちに。13位、みやりんさん。12位、つばさほしいさん。11位、たっくんさん。10位、はるゆめさん。9位、大橋さん。8位、ごきげんようさん。7位、やすべえさん。6位、みきやくん。5位、ヤスルパンさん。4位、ルイさん。3位、ブタマツさん。2位、ウドムさん。1位、カイトさん。あ、年齢入ってるやん。え、年齢それ、そんな。お誕生日おめでとうございます。タワーありがとうございました。ってことで終わりです。はい、ね、上、もし年齢だったら思ったより上だ、びっくり。全然28とかいね。はい、29とか30、20、30、29ってことで。